ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズアリーナより車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。今回ご紹介させていただく車が BMW M6 セレブレーションエディションコンペティション、こちらをご紹介させていただきます。言えました言えました言えましたちょっと怪しいですけど、はい、滑舌の悪い僕泣かせな、はい、名前ですけど、はい、本当にそういう名前なんですね。本当にそういう名前です、はいはい、そしてなんかそのセレブレーションエディションってことは、はい、なんかちょっとお祝いそうですね、なやつなんですよね。 BM の100周年を記念して、まあ、何台か出てるの第6弾で出た。あ、何台も出てるんですか。何台もその第6弾みたいな感じだ。あ、そうなんですね。いや M6 で出るわけじゃないですよ。いろんなグレードで出てるみたいなんですけど、はいはい、その中の一応 M6 の記念車というか、でなんか台数がめちゃくちゃ少ないんですよ、はい、これが13台。13台です。今回ご紹介させていただいたらもうないでしょう。あ、なるほど。もうないと思います。もう本当にビビッときたら手に入れといてもらった方がそういう車ですね。いいかなっていうぐらい、それぐらいちょっと珍しい車を今回ご紹介させていただきます、はいはい、でまず外観からいくと、もうボディカラーがすごいですね、これは。そうですね、まあ、オースティンイエローっていうのは、まあ、M4 とか M3 とかにはある色なんですけど、まあ、M6 では一応特別カラーという形で、やってますね。あともこういったところブラックアウトとかそういうところも、なるほど、はい、この辺もブラックアウトされてたりとか、はい、まあ、年式によってまだ分からないですけど、一応ベースは後期の M6 の後期の車になりますね、はい、なんかイエローだとなんか違って見えますよね、車が。ちょうどそっちにグランクーペのホワイトがありますけど、はいはい、なんか全然顔つきが違って、まあ、もちろん向こう前期っていうのもありますけど、うんうん、そうですか、違って見えます。なんかちょっと僕さっきその外で走るのを撮影したんですけど、はい、ちょっとなんかスーパーカー感があるなっていう、なんか押しがちょっと強い、ちょっと後ろに疲れたらちょっとこれどいた方がいいなっていう、なんかちょっとそんな感じが押し出しはそうですね、はい、ちょっと醸し出されてる、はいはい、スーパーカー的な押し出しありますね。そして横に回っていくと、はい、そのセレブレーションエディションのなんかちょっと特別なところって言ったら、はい、このホイールとか、まあ、そうですね、はい、一応ホイールもこれオプションで設定しているこれホイールなんですけど、まあ、今回これを標準装備しているっていうのと、あとはカーボンブレーキですか。すごいですね、はい、こちらの方も、まあ、標準装備とか、なんかめちゃくちゃ豪華な足回りに、豪華な足回りですね、足元になってます、はい、そしてホイール真っ黒なんですね。黒ですね、はい、意外になんかこう天面がこうなんかちょっと、はい、ブラッシュドというかシルバーになってるのとか多いですけど、意外や意外純正で真っ黒っていう、真っ黒です、はい。そしてもうキャリパーもあれカーボンセラミックになるとこの色なんですね。もうゴールドですね。ですよね、はい、普通のスチールローターだとブルーのキャリパーですけど、はい、あと横にこれですね、このなるほどコンペティション、はい、でコンペティションってことで普通の M6 よりちょっとその、はい、エンジン的なものとか足回り的なものとかいろいろ車高も少しそうですね、ですよね、専用セッティングになってますね。まあ、馬力ももう言っちゃっていいですか。600馬力オーバーという、はいはい、とてつもないコン、はい、スペックの、はい、そんな車になってます。だそういうスペック見たらもうスーパーカーですよね、はい、スーパーカーですよね。だからスーパーカーです、はい、でこうカーボンのしっかりミラーもカーボンの、はいはい、ものになったりとか。そしてなんかメッキのパーツないんですね、やっぱりメッキ使ってないですね、はい、黒とカーボンとなんかドアのこういうところまでブラックになってるんですね、はい、なってます。もうすごくなんか引き締まった感じの、はい、そして当然ルーフはカーボンルーフですね。いやなんか高級感となんかスポーツカーテイストがなんかうまく融合しててすごいかっこいいです。そしてリアはフロントもすごいですけど、リアのコンケーブもなかなかな感じです、はいはい、295でしたっけ。そうですね、295/30/20インチ。そして後ろもカーボンなんですね、カーボンローターなんですね、はい、つい先日 C63 撮影したんですけど、はいはい、C63 のカーボンオプションで選んでもリアはスチールローターじゃないですか、はい、ああそうですね、はい、なんかちょっと豪華だなと思っちゃった。いや、逆にリアもスチールなんですね。あ、そうなんだ。アウディは前後カーボンとかなったんですよ、うん、いや普通前後じゃない、はい、C63 のカーボンブレーキはフロントだけですよ、うん、そうなんだ。そうだよね、それ知らなかった。そうなんですよ。あ、まあ確かに確かに確かに、なんかもうイメージだともう両方っていうイメージがありますけどね、はいはい、僕つい先日それを撮影したんで、なんかちょっと悪っぽいことになって勉強になりました、はい、なんかいいセグメント以上だとやっぱり豪華な仕事になってます、はい、そして後ろに回っていくと後ろも後期ということでちょっと衣装が変わってるんですよね、はい、そうですね、変わってます。テールランプだったりだとか、はい、あとはまあこのカーボンのウィングと、はい、あとはこのテールパイプが黒くなってますね。これも黒になってるんですね、はい、なるほど。そしてしっかりこのディフューザーの部分だけはカーボンになってたりとか、はいはい、結構前に以前に撮影した M6
M6 も内在庫あったのもこんな感じに仕上げてますけど、はい、多分これをデザインってことですかの元にして作った仕様じゃないかなと思います。ああ、なるほど、はい、そしてじゃあトランク見てみますか。はい、もうちょっと M6 あのグランクーペも入れると3代目なんで、そうですね、あまりまあまあまあちょっとおさらい的な感じになっちゃいますけど、はいはい、あじゃあ一応、はい、いきますか。トランクも結構容量ありますよね、はい、毎回恒例のゴルフバッグを、はい、今回はドライバー入れるまでもないですか。一応入れて確認した方がいいですか。いや、あ、全然ありますよ、はい、スペースは、はい、多分十分です。カバーをつけたりクラブを入れても余裕じゃないでしょうか、はいはい、そしてボディカラーこのイエローだとなんかトランクの この辺もなんかこう主張がすごいですね。この辺がね、はい、あやっぱりそこ同色なんだ、はいはいはい、目に行きますよ ね、 ここね、目つきますよ、はい、やっぱり6いいっすね。トランクも広いしいいです、はい、いいです。どうしてもね6って、まあ、評価は別に低いわけじゃないですけどね。あとは中ですか。中見てみます、はいはい、じゃあ続いて中も見てみたいと思います、はい、中も特別な感じが、はい、なってます、はい、中めちゃめちゃかっこいいじゃないですか、はい、これドアから行くとやっぱり全部レザー張りで、はい、これ黄色のステッチなんですかね。黄色のステッチ、はい、イエローステッチで、はい、でこの辺カーボンのプレートが入ってたりとか、なんかステッチ黄色めちゃめちゃ目立ちますねこれ。そしてシートなんかもイエローのステッチで、外側ヘッドレストがまとめられています。あ、でこれダッシュボードとかセンターコンソールも全部イエローステッチなんですね。そうです。でやっぱりその僕個人的にはこのスピーカーですか、はい、バンガンドウルフセン、バンズ、これすごいいい音するんですよね。なるほど、はい、ちょっと著作権の関係があるんで音楽は流せないですけど、はい、はい、これセンターをね、なるほど、センタースピーカーもついてスピーカー、これ出てくるやつですか。出てきます。なるほど、なんかちょっと高級感すごいですね。そうですね。あとはここに、まあ、あのコンベンションのあれが入ってますね。あ、なるほど。これスカフプレートもじゃあ専用のこの M6 コンベンションの、そうです、このものになると。はい、へえ。すごいね。小島店長がカメラに反応しますって、ちょっと最近新しくカメラこれにしてます。はい、これ、はい、ちょっと後で説明します、ね。わかりました。わかりました。ちょっとじゃあ続いて中乗ってみたいと思います。はい、これペダルもちょっとステンのかっこいいのになってるじゃないですか、これ。あ、それでも M パフォーマンスのやつの。あ、そうなんですね、はい、だと思います。ちょっと1個だけ言っていいですか。はい、ちょっとマットがちょっと寂しいかなっていう。マット、はい、黄色欲しい、はい、ちょっとマットに黄色か特別感がちょっと欲しかったです、はい、それ余計なこと言わない方がいいですね。いやいやいや、はい、いいんじゃないの。まあその辺もご相談いただければ。目の超えた、はい、スッチーの。いやいやいや、超えてないです。調子づいてるだけです。いやいや、はい、そして運転席からの眺めはこんな感じです、はい、ハンドルいいですねこれ。ハンドルいいですよね。めちゃめちゃスポーティー、はい、全部アルカンターラで、はい、でカーボンの、はいはい、スポークカバーがついてて、はい、でもこれステッチあれなんですね、 M カラーのステッチなんですね、うん、ここ黄色じゃないんですね。そこは多分 M のそのオプションのやつを使ってるからじゃないですか。あ、なるほど、はい、この専用のやつじゃないですか。なんでこのセンターマーキングもブルーっていう、はい、ちょっとこうハンドルだけちょっと、はい、主張が別の主張があります。それが M、 それも エンターで M パフォーマンスの、なるほど、オプションのこういうあのハンドルですね。ちょっとレーシーなステアリングで、はい、でパドルもしっかりついてて、でメーターは見やすいこのアナログのメーターが変わんないですね、 BM これ、はい、そしてこっちのセンターコンソールはあれこんなにでっかいんでしたっけ、モニター。そんなもんですよ。なんか改めて見るとすごい大きいですね。10人ぐらいあります。そんなないか。でもかなり大きい。で一通りあれですよね、メディア関係は、はい、はい、充実してますもんね。でさっき言ったスピーカー、はい、あースピーカーもこんな感じでニョキニョキっと生えてくるタイプで、はい、こういうちょっとしたギミックいいですよね。そう、結構ねテンション上がるんですよ、ね、いいですね。いやいいです。そしてこの辺全部カーボンで高級感がすごいです。基本的に M ってほとんどカーボンだと思いますけど、だから そこのステッチとこういう組み合わせが特別感がありますね。ちょっと僕は個人的にはちょっとスーパーカー感を感じます、やっぱりこのステッチとか内装とか。スポーツがね、はい、
強いですよね。そしてシフトも全部カーボンで、はい、でこの辺はちょっとアルミのヘアラインの出してる感じで、はいはい、で、まあ、この辺お皿になっちゃいますけどコントローラーと、はいはい、コモノイドとシガーと後ろ座っておきます。はい、そしてアームレストの中はかなり容量があります。あで USB もついてるんですよね、はい、USB1 系統と AUX かな。でシガーがもう一個と、そして小島店長が後ろに座ると、これないんですね、確かこれないんです、ね、肘から、はい、こんな感じで、まあ、後ろのここもスピーカー、はい、ちゃんとパネルがありますし、意外に乗れるんですよね。乗れますけどやっぱりちょっとここはこっちがこういう形になっているので、はい、まあゆったりという感じじゃないですね。ちょっとこの外側と足元はあれですけど、はいはい、スペースは全然ありますけど、はい、やっぱりちょっと座った感じは、そして天井は意外と、うん、ありますね、はい、あるという、まあ、楽じゃないです。なるほど。あっていうか天井も全部アルカンタラじゃないですか。アルカンタラですよ。もう本当に僕3代目の紹介ですけど全部忘れてますから、はいはい、毎回新鮮っていう、はい、3代目だけどアルピナ紹介した時とはあるけど、ただアルピナと違う高級感がありますよね、はい、レザーの質感とかも。リアシートです。どうですかステッチマニア。いやいやいや、かなりかっこいいですよ。黄色ステッチもちゃんとしてますよね、はい、レザーメリノインテリアでしたっけ、うん、内装の質感本当にいいですよね。質感いいですよね。さっきカメラマン言ってましたけど、そのドアポケの中も全部レザーが貼られてるっていう、もうなんかイギリス車に近いぐらいのなんか本当に作り込み質感の高さ感じます。でもやっぱり 6シリーズって言い方変ですけど M6、M6 か、はい、もう完成されてるんで、はい、もういいですね。だから至るところが確かに、はい、もう安定安心のって感じですね、はい。そしてシートもやっぱり調整の幅もかなりありますし、はい、そしてシート自体は割とこう座面とか背中は柔らかめの、はい、柔らかめですね、はい、で調整も左右この横もできますし、はい、長さもできますし、ただホールド感は結構ありますね、はい、横もサイドも。これヘッドレスト、これぐにゃってできるやつですか。あできるやつですね。あ最高です。バッチリじゃないですか。こういう感じで、はい、こうねこういうのも、ああなるほど、その辺も細かくできるんです。こっち、あ、こっちやな、どれ、これ、あーなるほど、肩のとこ絞れるんですね、起こしたりとか、はい、なるほど、あーなるほど、いい感じじゃないでしょうか。本当に大げさに言わないでオーダーメイドのシートみたいな感じですよね、はいはい、自分ので。それをメモリできますか。メモリできますか、ね、はい、なるほど、こんなインテリアです。いや6いいっすね。いいですよ、いいです。ちょっとラグジュアリーな感じとこうスポーツな感じと、いやでも基本スポーツじゃないですか、ラグジュアリーっていうよりかも。でも内装めちゃめちゃ豪華じゃないですか。豪華ですね、はいはい、いいとこ取りな感じがします。いいとこ取りな感じです、はい、こんな内装です。じゃあ続いてボンネットをちょっと見てみたいと思います、はい、エンジンが 4.4 リッターでしたっけ。 4.4 です、はいはい、のツインターボ、まあ、はい、はい、言った通り600馬力ですね。なるほど、なんかかっこいいですよね、やっぱりかっこいい、はい、エンジン。でもなんかここら辺が色がこうゴールドだと、確かにちょっと映えますね。ちょっとなんかちょっと芸術品みたいに見えません。特別感がすごいですよね。ボディカラー重要っすね。そう考えると重要だと思います、はい、これいつも大体黒とか白とかのこと多いじゃないですか、はい、この色だと結構すごい。確かに白黒ガンメタリックとかその辺だとちょっとこう、うん、あんまり主張することないですけど、うんうん、やっぱりイエローだとこの辺もイエローがすごいこう、エンジニアが映えます。確かに、はい、ちょっと映える。やっぱりボディからかなり重要だなって再確認しました、ね、はいはい、そんなエンジンルームになってます。本当に細かいところ見てもすごい綺麗なんですよ。すごいですよね、うん、なんかデザインされてますよね、うん、エンジン自体も、うん、はい、まあちょっと見てられるエンジンですね。確かに車好きっていうかメカ好きは、はい、そうですね、ちょっとへーって思わず見ちゃう、はい、そんなエンジンになってます。じゃあ続いて電動周り見てみたいと思います。もう何台も M6 ご紹介させていただいてるんで、簡単にスモールとあとロービームとあとウインカーがこの上の部分とサイドですね。そしてハイビームは両方上に持ち上がるっていう、そんな感じです。ちょっと続いてリアも見てみたいと思います。スモールがこのチューブが光る感じですね。
そしてブレーキは外側とハイマウントが、そしてウインカーはそれぞれ外側が光りますね。でバックフォグがトランク側両方と、でバックはこの四角いトランク側左右が光る感じです。ありがとうございます。じゃあ続いてマフラーの音もちょっと聞いてみたいと思います。お願いします。なんか改めて聞くとマフラー軽いっすよね。音が軽いっていうか、なんかドロドロ言わないっすね。あ、そうですか。つい本当に先日 C6 さん撮ったんで、はいはい、あ、だから AMG ってドロドロ言ってるじゃないですか。 AMG と全然音が違う。 BM のやっぱりこの辺の音って全然違いますね、はい、なんかもう吹け上がりもドロドロ言わないし、はいはいはい、ちょっと今回これを市場にちょっと、はいはい、今回もいけるんですよね。行きますか。はい、行きましょう。行っていきたいと思います。しっかりバックカメラとフロントのソナーがついてるんで、カメラもこれフロントのやつも、はい、フロントのカメラもついてるんですか。ボタン押せば、あ、本当だ。いきます。そっか。で360度こそついてないですけど、はい、あのポイント押さえたカメラになってます、はい、全然その辺の使い勝手も十分なわけなんですね、はい、でもね、さっきボディサイズちょっと大きいんじゃないかなんて言ってましたけど、はい、十分乗れますよ。確かに一通りその辺ついてれば困らないですもんね、はい。でこのミラーのこの横についてる、はい、あのこのセンサーが、はい、ブラインドついてるんですか。ついてますよ。あ、そうなんですね。そう、安全のそこの、はい、あ、本当だ本当だ本当だ、ありますよね。じゃあ一通り必要なものはもう、はい、もうあれですよ、超最新とは言わないですけど、熟成された6シリーズですよ。そうですね、失礼しました、はい、そこはもうあれですよ。もう BMW のなんかスポーツモデルって言ったらなんかちょっとこの黄色、感ないですか。昔からね、黄色、フェニックスイエローでしたっけ。いや、もっと前で言うと、え、もっと前からあるんですか。ダカールイエローっていうのが、え、そうなんですか。そう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 。え、それもっと詳しい人はもっとあるかもしれないけど、それは世代的にはどの世代になるんですか。36かな。あ、そうなんですか。ダカールイエロー36ありましたっけ、黄色。うん、あるよあるよ、ダカールイエロー、うん、そうなんですね。なんかちょっとこう特別感を感じます。だ だから M3 はもうイエローっていうちょっとそのイメージのカラーがあった時があって、そこからこうフェニックスイエローってちょっとそのゴールドに近いイエローになって、はい、今のこのオースティンイエローになってる。なかなか似た色もないですよね、他のメーカーで、はい、本当に目を引きますよね、うん、すごい。そしてこの運転席の包まれてる感がすごいです。コックピット、はい、コックピット、男の仕事場感が、うん、昔はね、ここ今 赤白だけど、昔はあれオレンジだったね、コックピット。いや、どういうことですか。メーターのパネル、あー、なるほど、うん、今みんな液晶になったり LED になったりしますから、うん、なんかでもダカールイエローってなんかすごい久々に口にした感じだな。ちょっと帰って調べます、うん、いやでも車が意外になんか大きいんですけど、うん、軽い、軽いですね、はあ、軽やか、うん、ちょっと目で見るこの情報とこのなんかこう体に伝わってくるのがちょっと合わないっす。え、この大きさこんな軽いのみたいな。あ、はい、僕最初 M6 乗った時にバイクかと思いました。あ、うん、なんかもう押し出す、トルクで押し出す感じじゃなくて、やっぱ引っ張ってすごい軽いなっていう、はい、バキューンみたいな、バキ、そうそうそう、引っ張ってグワーっていう感じじゃなくて、ね、引っ張って枯れてる感じだから、もうこう、なんて言ったんですかね、こういう感じですか、はいはいはい、こういう感じ引っ張られてる感じ、はい、押し出しっていう感じ。確かにこのエンジンのレスポンスもちょっと群を抜いてますよね、うん、他のちょっとあのスポーツモデルとまたちょっと違う、うん、違う、他のメーカーのとちょっと違う感じがやっぱりします、うん、で、もう個人的な感覚かもしれないですけど、はい、コンペンション入ってる車と、それとまあまあ馬力として20馬力ぐらいしか変わらないんですけど、はい、なんか違うんですよね、乗った感じが。いろんなとこがあれですよね、見直されてるんですよね、コンペティションだと、うん、そのセッティング的なものが、セッティングがやっぱり、専用セッティング、こういうところで、はい、スポーツ、はい、最初からいっちゃいます。スポーツ、スポーツ全部フルスポーツ、はい、スポーツプラス、プラスでお願いします。スポーツプラス、ザッス。ちょっとじゃあバイク感を、はい、スポーツプラスで、この巨体で本当にバイク感があるのか、
軽っ、速っ、わブレーキめっちゃ効く、はい、このボディでこの動きします、うん、しかもめっちゃ剛性感ありますよこれ。ありますよ、あります。まさに駆け抜ける喜びじゃないですか、うん、まあ、駆け抜けるスキルも何もないですけど僕。いや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 、これなんか、うん、ごめんなさい、6ちょっと大きいなと思ってたんですよ、うん、ボディも、うん、全然乗れますねこれだったら。乗れるでしょ、乗れるでしょ、乗れるっていうか、なんかちょっと大きくって、ちょっとこれ、うん、大きすぎじゃないみたいな、うん、やっぱり飛ばすんだったら M3 とか M4 の方がサイズ感的にいいよねと思ったんですけど、全然6でも全然こう、うん、逆にそのホイールベースから考えたら高速とかは、あ、まあまあ、ね、安定感は、いい、うん、あると思いますよ。なんかちょっとやっぱり大きくって重たいんでしょってイメージあったんですけど、全然全くないですねこれ。車めちゃ軽い、軽く感じます。さっきもトルク感なかったですよ、押し出し感が、はあ、バキューンですよ、うん、本当にこれすげえ。こんなんでしたっけ、あれ試乗したんでしたっけ僕。試乗してますよ、してますよ、してますよ。忘れちゃうな、あれ。なんかと、でもコンペティションじゃなかったですよね。いや、でもコンペティションですよ、コンペティションパッケージ入ってるやつなんで。なんだろう、昨日の C63 からこれっていうのもあるんですかね、うん、あ、それはあるかもしれないですね。 C63 だともうドロドロ言っててグワーみたいな感じじゃないですか。お、まあ、はい、表現は良くないですけど、はい、オラオラですよね、乱暴な感じ、乱暴な感じでそれもかなり良かったですけどね、うん、昨日。あ、それはそれでいいじゃないですか、はい、AMG のやっぱりそういう良さがあるんで、はい、あれこんなんでしたっけ。なんか本当に乗るたんびに新鮮になっちゃう、うん、だから本当面白いですよね。だから BM とアウディとベンツ、全然キャラ違いますね。スポーツモデルでも全部スペックだとなんか何馬力何馬力ってなんか競い合ってるような感じですけど、やっぱ体感で乗ってると全然味付けが違うので、乗り比べた方がいいですね、うん、いや本当車軽いですよこれ、めっちゃ軽い、軽く感じる。スポーツプラスですけど全然普通に街乗り乗れますよね、はい、これじゃコンフォートに一回してみます。コンフォートにしてみますか。 足回り、うん、ここでコンフォート、はい、全部コンフォートさ、はい、はい、あれこれまとめて買えるやつもありますよね。うわ、M のこのボタンで M ボタン、うん、登録して、はい、M1 ボタンとかになってれば、うん、はい、いやいや登録したらまた戻っちゃいますよ、はい、ちょっとじゃあ全部今コンフォートにします。こういうちょっとした演出いいっすよね。そうですね、ニヤッとしちゃいます。特別感が、変態って言われそうですけどニヤッとしちゃいます、じゃあパドル、あ、全然コンフォート、あ、乗り心地めっちゃいいっすねコンフォートにすると。全然全然20インチのあのタイヤと思えない、うん、スポーツカーな感じで乗り心地ないっすよね。すげえ、超レスポンスいいっすよ、うん、やばいな、もう2回目とかなの、2回目かもしくは3回目なのに、うん、めちゃくちゃ新鮮です。この対抗だの M6 の対抗って何なんだろう、はい、CS クーペ、何になるんですかね。 E クーペ、アウディで言ったら RS7 7になるんですか。5?5じゃないですか。5かな、はい、5か。でそう考えるとちょっと大きい感じしますよね、ボディ的に。そうそうそうですね、うん、そうですね、一回り大きい気がしますよね、うん、いやでもダメっすよ、それ比べちゃう、スペックで比べちゃう、いやいや比べちゃダメですよ、はい、うん、違うっすもんだって乗ると全然、うんうん、いやいいな。じゃああれですか、買います、買いたいです。でもこれは今動画撮らせていただいてますが、はい、お問い合わせ超殺到中なので、はい、お話をかなりいただいてるんですよね、はい、多分でも動画アップされた頃には、はい、すいませんソールドになっているかもしれないです本当に紹介するだけの動画になっちゃうっていう、うん、やっぱりちょっと僕勝手な意見ですけどスーパーカー感があります、うん、この黄色のステッチと、はい、運転席から見えるこのちょっと黄色のボンネットと、はいはい、この景色がね、景色がいいです、ね、そしてこのレスポンスの良さ、はい、多分これメルセデスみたいにドロドロ言ってたら、ちょっとスーパーカー感
ちょっと薄れちゃうと思うんですけど、本当にバイクみたいにフォンフォン言ってんですもん。車のなんか挙動軽いし、けどちゃんと剛性あるし、うん、だから本当に、まあ、さっきも言いますけど完成してますよね。成熟されたモデルです。6シリーズ最高です。パドル使った後だったらマニュアルモードに入ってましたけど、ちょっとこうあえてちょっとシート低めに乗りたいですよね。わかります？こう肩よりこの窓のこの方がちょっと上に。その理由は、なんかこう横から見た時に、外から見た時にこっから頭だけ出てるとなんかすごいスポーツ感がないですか？わかります？こういう状態よりかもこう窓から頭だけちょこんって出てる方がなんかちょっとスポーツ感が、それ一意見でしょ、だからもうちょっと多少視界が悪くなっても僕シート下げたいんですよ。ちょっとそうなの、全くそんなこだわりないけど。本当っすか、ちょっと下げ気味で頑張って乗りたいっていう。でもフロントガラスだいぶ寝てる割には全然視認性いいっすよね。寝てますかね。寝てるじゃないですか、すごく。まあまあでもセダンかな、確かにちょっとこの辺のミラーとかこの辺のちょっとこう圧はありますよね、ちょっと乗ってる感じ圧は。ただ全然運転席の視界的にはフロントガラスこんな寝てる車とは思えないですね。ハンドルどうですか？ハンドルいいっすよ、質感最高です。アルカンいいっすね、やっぱりアルカン。こうちょっと使用感使っていくと出ちゃうとかって言われますけど、それでもアルカンにしたいです僕。レザーと違ってこう張り付かないし、パンチングとかもありますけど、やっぱりアルカンターラってこうレーシーな感じ練習してくれるじゃないですか。世の中の人でアルカンターラのステアリングを知ってる人って結構少ないよね。そうなんですかね。いやみんなやっぱ知らないんじゃないの。あ、まあね、うち輸入車がいろいろ乗ってる方はいっぱい知ってるでしょうけど、まあ、そうそうアルカンのステアリングってないですよ ね、 普通に考えたら、いやーいい車です。再確認しました。そしてなんか久しぶりに乗ったらちょっと新鮮でした。新鮮でした、ちょっとこれ メルセデスとちょっと短期間に乗り比べるといいですね。そうですね、だからベンツを好きな人が BM 好き、BM 好きな人がベンツ好きっていうのは単純には言えないですよね、やっぱり。そうですね、全然違いますよね、両方いい車ですこれは、はい、というわけで今回はボンドカーズアリーナより BMW M6 セレブレーションエディションコンペティションをご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。